蛇竜とは、歌舞伎十八番の一つ。十八番のうち六蛇竜歌舞伎を箱は、江戸歌舞伎の親玉とも言われる、市川團十郎のお家芸であるが、その中にはなぜ選ばれたのか、よくわからないものがある。それがこの、蛇竜である。蛇竜というのは、高野山にあった柳の木のことで、その昔、工房大祝空会が法力を持って、蛇を柳の木に変えたのだというが、 このヘビ柳の由来についても小説あって定まらないようである。このヘビ竜は法暦13年5月、江戸中村座の一万千丁大磯流通に四代目、市川段十郎によって上演された。これは当時定例の曽我物の三番目にあたり、同年2月から公行された同盟の芝居の続き物として5月になってから出されたものである。この夏、 柳からす玉川という下題で、大薩摩武士を使ったという。その内容は、歌舞伎年代記によれば、次、に高野山蛇、竜団十郎丹波の助太郎、道家のしない、後に山椒が資料を乗り移り、大薩摩主前多友上竜りにて嫉妬の荒れ、大刀なりとある。また、中古儀上説には、下神戸商事が、娘の、母福音竜王にて、 高野山の剣眼丹波の助太郎という馬鹿をあたりと、ある。山椒というのは、当時の小山役者、嵐山椒のことである。この時の一番目に山椒を演じるお代という娘が、金五郎という男に連暴するが殺されるという筋があり、山椒が資料とはそのお代の資料で、三番目に四代目、丹十郎を演ずる丹波の助太郎という馬鹿者が、 高野さんの蛇柳の前でどうけた仕草を見せた後、お清の狩猟がその体に乗り移り、大薩間の上流璃を使って嫉妬に荒れ狂う様子を見せたらしい。この内容に、高野さんの蛇柳がどのように関わっていたのかは明らかではない。また、嫉妬の荒れというのを荒ごとと解釈する向きもあるが、たとえ役の上では男であっても女の礼が取り付いていたというのだから、嫉妬地を見せる。 女の所作だったと考えられる。このヘビは、その後再演はされなかった。カエ五5年、三代目、歌川報告は歌舞伎18番の芝居を世に出している。その中のヘビの絵を見ると、本業の僧侶のなりをして座る、今後、空海と、その傍らに立っている。これも、ほぼ本業通りの姿の女が描かれるが、なぜかその女の名は、主品僧図と記されている。 そして、両者の後ろにはやはり本業で使われるような柳の木の作り物がある。歌舞伎の芝居というよりは、脳の演目の一場面のようであるが、空海は、まだしも、なぜ女の姿で、想図と称しているのか、またそもそも、主品想図とは一体何者なのか、詳細は不明である。またここには、お清も、丹波の助太郎も登場しない。一向に要領を得ない家ではあるが、 とにかく当時すでに四代目、團十郎の演じた、ヘビ流の内容がつまびらかでなくなっていたことは、間違いなく、歌舞伎十八番が制定された時も、四代目が大当たりを取ったらしいというだけの理由でその中に入れられた可能性が高い。近代になって五代目、市川みますは上演の耐えていた歌舞伎十八番の、復活を志し、下脱、脳、七つ面など次々に上演したが、 この、ヘビは上演するための材料の乏しさからか、なかなか手をつけずにいた。後に三章は、昭和22年の東京劇場で、川尻生丹の脚本により、ヘビを上演したが、この時は、悪七兵衛歌劇清が、平家の長宝である青山の琵琶を求めて、高野山のヘビ柳を訪れ、その根元に琵琶があると見て切ろうとすると、ヘビ柳の精が現れ、 過激よと争うという内容で全く新しく創作されたものであった。この5代目参照による上演以来、ヘビ流は久しく舞台に取り上げられることはなかったが、平成25年8月にシアター国運にて11代目、市川海老蔵が松岡亮の脚本、藤間十郎の演出により内容を新たにし舞踊劇として上演している。ありがとうございます。